はいどうも、アメカズと今日はこちらに妻も来ております。イエーイ。シャイが過ぎてもう声も出せないというような状況なので、手だけこうやって出てくるみたいな感じになっておりますけども、ついさっきまでね妻と一緒にねオリンピックリアルタイムでね見てたんですよ。バドミントンの混合ダブルス男女で3位決定戦ね、わたがしペアっていうすごい甘そうなねペアのね試合見てたんですけど、いやなかなかねバックボーンがあるとちょっと泣きそうになっちゃいますよね。こっちもね2人はすごい相思相愛らしいですけど、そこにね何か特別な関係はあるのか気になったり気にならなかったりというわけですけども、いや今日はねなぜうちの奥さんも、来ていただいてるかと言いますとですね、特別緊急スペシャル開封動画というところで、我がアメカズ家、アメカズ家2名、若干2名なんですけども、このアメカズ家でとんでもないものをちょっと購入しまして、今日はそれを妻と開けていこうというわけなんですけども、それがこちらです。というわけでこんなものが我が家に届きました。まあまあ重いんすよ、ちっちゃい箱に見えて。すっげえ危険な感じでテープ貼ってますけども、よく見てください。これ木箱なんですよ。木箱、木の間に段ボールが挟まってるっていう特別仕様の梱包、つまりここにはもうものすごいものが入ってるっていうわけなんですけど、まずちょ値段めっちゃ高かったんですよ。おいくら万円だったでしょうか。20万円超えております。やばすぎる。ついに1点の食器にやめかず20万も出すようになったかと。もう食器沼の深淵に、足を踏み入れてるわけなんですけども何を買ったかと言いますと、まあ日本ではねすごく有名な陶芸家と言いますか、器作家と言いますか、あの方でございます。鹿児島誠大先生の食器を買いました。4月とかねそれぐらいにイギリスのギャラリーで、鹿児島さんが個展展覧会されてた時に出してたやつを、イギリスのギャラリーからわざわざ日本から買ったっていうところなんですけど、それが5月末ぐらいね、お金とか全部振り込んで、でですよで、お金振り込んだらなんか木箱作るから時間かかりますって、でこのね木箱が届いたんですよ。まあ、確かにねこれもうすっごい厳重な梱包で全然ね割れるような気配とかないんですけど、このちっちゃい木箱に2ヶ月2ヶ月かかったって、ちょっとさすがにこの木箱といえど2ヶ月は待たせすぎやろと早送ってくれっていうのでようやく送ってくれました。もう1個のメールにね10日ぐらい間隔空くみたいな、もうしょっちゅうあってやっと届いたんですけど、ほんまにこれ2ヶ月も届くのかかってはんのかみたいなところも踏まえてね、早く開けていきたいと思います。せっかく買ったんでね、うちの奥さんと半分、10万ずつ出して、買ったので一緒に開けていきたいというわけでございます。というわけで開けていきます。こうどうやって開けんのこれ、この木箱。まあ、とりあえず外装を剥がしていこうかな。なんか木箱はいいんですけど、食器のサイズとねなんかほぼ一緒ぐらいのサイズなんですよこれ大丈夫逆にみたいな。木で押し潰されて割れてたらもう絶対ギャラリーしばくからなっていうところはあるんですけど、ちょっとね、さすがの僕も今ちょっとプルプルしそうだ。緊張してます、めっちゃ開けるのにちょっとドキドキしてます。
これで開くんちゃう。え、無理無理や。え、どうなってんのこれ。取れ、どういうことこれ。絶対これ開くやろ。ダンボールと分離してるやろ上の木。接着してる。え、やっぱこれさ、ドライバーいるんちゃう。これなんか至る所にネジが仕掛けられてて、ネジを回さないと開かないような箱かもしれないですね。ロックされてるな完全に。ちょっとドライバーを取ってきます。長いネジ何これ。まだ長い。いた。そうやろ。長。めちゃめちゃ長いネジ出てきました。一体資本でめっちゃ鋭利やし。すごいなこれ。こんだけ長いとやっぱ2ヶ月もかかるか。ディスっていくスタイル。ちょっとさすがに2ヶ月は遅すぎるでしょうっていう、ちょっとイラついてんすよね僕。いいよ。え、開いてる、うん、そう。もうなんか回す前からネジ穴がバカになっててめっちゃ開けにくい。あ、え、ここもやんな、うん、お、ちょっと開いてきた。これ一番ヤバそう。なんかめっちゃへっこんでんけど。よし、すべてのネジを取り終えたので開けていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。でん、どうなってるんこれ。お、スポンジです。スポンジが入っております。超ぴったしのスポンジ。お、うん、何これ、なんだこれは、なんだこれは、なんか書いたやつが入ってます。2分の 50mm ディスク。うわっ、え、なんかこんなんついてんねん。あ、引っ張るんやわこれ。今お皿の裏面でこうやって取るってことじゃない、お皿を。多分そうや。じゃあ取っていきます。おー、見えてるね、見えてますね。今回買った器でございます。ちっちゃいね。ちっちゃいよ。手のひらぐらいもん。これで20万泣くわ。もう恐ろしい。オープン。デレレレン。かわいい。おお、あ、すごい。こんな感じです。じゃじゃーん。鹿児島誠さんの、ブルーフィッシュと名付けられた、まあ名前なのかわかんないけど、お魚ちゃんのプレートでございます。こちらでございます。サイズは20センチぐらいで、
周りがこう波みたいな模様になってて、真ん中にお魚ちゃんと、まあ、海藻とかね、星とか、まあ、そういったモチーフが描かれているものですけども、これ実際見ると結構なんかキラキラしてる、うん、なんか明るい青が、うん、なんか青が写真とかで見てるとすごい沈んだ渋い感じに見えてたんですけど、なんか実際見てる感じはきらびやかな感じよね。この点々のとこが明るくていい感じ。うん、なんかいいね。写真で見るよりなんかすごい高級感っていうか特別感ありますね。もうなんかね、早速裏側がちょっと青っぽく擦れたりしてるけど、あーなるほど。カホカホですよ、これ20万ですからね。近くで見てみると周りが波模様になってて、これがお魚ちゃんですね。これ近くで見るとちょっと口とか目とかそういうのも入ってるんですよね。星とか海藻みたいなとか、何やらモコモコしたやつとかね、なんかヒレとかもすごいことになってますけど、何の魚やねんみたいなねところもあったり、あとねこの縁とかも地味に段々になっていて、その内側にめっちゃ細かいんですけどステッチみたいななんか模様が入ってるんですよ。おー、ついに我が家も世界でただ一つ一点もののね器、鹿児島誠さんのお魚ちゃんのプレートを迎えることになりました。いやおめでとうございます。多分ねこれ素材的に1回とか2回使ったらもう普通にシミができるような、器だと思うので、まあ初めはちょっとお菓子とかね乾き物入れて様子見ながら使っていこうかなと思ったりもしてますけども、まあ、あとこれ使ったらすぐ洗ってやらんのかね、なんか普通の食器と一緒にシンクに置いたりしたら怖いかもね、ちょっとね、うん、いやいいねこれ。これはでも確かにハマる人はおるな、集めたくなるかも。あ、めっちゃいいって感じする、すごい。あ、めっちゃいい、集めたとか思うし、これがなんか世界に一つだけの自分のものとかって思うと自分の中での価値はめっちゃ高いなって感じする。最近の鹿児島さんの器的にはカラフルで動物が描かれてるやつとか、食器の地の色がねなんか緑っぽくなってるやつとか、まあ、そういうのがすごい人気やったりすると思うんですけど、まあ、僕はその中でもこのお魚ちゃんをねずっと眺めてるうちになんかめっちゃ可愛いなと思って、これちょっと家で絶対使いたいし誰かに買われるの嫌っていうのあって、ちょっと奥さんと相談して、道連れにして半分出させたっていうねところで、まあこれねお互い半分半分出してるんで、まあお互いがどっかで壊すことがあったとしても文句はないし、お互い好きなようにね使えるというところもあるので、いやこの周りのこれがいいね、やっぱりこれが効いてる、すごい。うん、なんかすごいよね、ほんまになんか作品って感じする。アート感、アート感がすごい。かわいい。ちょ、裏のさこのディスクってどうやって撮るの？え、これ撮れへんの、もしかして。え、撮れるんですか？撮れるこれ。なんかだって撮り方、え、熱当てる、洗ったら撮れるかな。でもさ、撮らない、撮るしかないよな。これなんか展示でこのしてたとか。展示か、なるほどね。じゃあこれをつけておけば飾ることもできるんや、多分。飾る用のね、こうやってやるんや、こうやって展示されてんねやっていうか初めて知った。なるほどね。あ、確かに、ほら食器が浮いてるように見えるでしょ。でもこれはハンドなんとかがついてるからこれ取りたいちょっと剥がしちゃったけど取りたい、これ。はい、というわけでついに雨風鹿児島誠さんの器買うでしたいやこれいいわ、
もうなんか北欧食器集めるのやめて鹿児島さんのツ集めようかな食器買うのやめたら多分月に1枚くらい買えんちゃうかなみたいなぐらい割と僕食器買ってるんで、たまにはこういうねアートピースもいいですね。いやいいです。皆さんもぜひ何かオリジナルな器手にしてみるのもいいかもしれないですね。もう今まで買った食器の中で本当に一番高価で、まあ、一番特別なスペシャルなものでした。特にもう言うこともないので、おしまいにしましょうちょっとまたね、ぼちぼち使って動画とかも出せたら出していこうかなと思ってます。というわけで雨カズと妻でしたバイバーイ。